長らくね雨が続くという天気予報だったんですけども、今日はいい天気になってますね。日光浴も兼ねてね畑仕事ということですが、これブルーベリーの苗木ですね。順調に移し替えた後ね、育っているなという感じがしますね。先日から観察しますウドですね、こんな感じでまた新たなね、食べれそうな部分が出てきていますね。どっちかというとこの左側かなと思うんですけど、なんですかね、もっと掘ると白い部分があるかなっていう気がするんですけども、こういったね、日光を当てないことによってね、白くて柔らかいウドになりますね。こちらのウドは芽をね一本も取ってないということで、やはり伸び放題になってきましたね。赤穂を大きくするためのね、ものとして育てればいいかなと思います。こちらも根差しから始めたウドで、根だけをね入れておいたんですけども、ちゃんと出ていますね。これも1年経ったら大きい株になると思います。こちらもそうですね、順調ですね。ここにも一つありました。こういう感じでね地面を割って出てくるんですね。さすが山菜っていうんですかね、パワーを感じますね。こちらはタラですね。タラの芽の根っこの方ですね、あいつを切っていけときましたら、どんどん出てきましたね。タラも非常に生命力旺盛ですから、こうやってね、簡単に増えていくなというふうに思いますね。クワのね新芽が出たと思ったら、もはや実が突き出してますね。今年かなり豪快に剪定したんですけど、もはやむちゃくちゃ伸びてしまっているということで、なんかこれはまた大仕事になりそうですね。作業が難航しそうですね。ブルーベリーの花もね、結構しっかり咲いてますし、よく見ますとね鉢がブンブンという感じですね。今日なんか天気がいいのでね、今そこに蜂が1匹いるんですけど、こういったね蜂が、もしくはこれ蝶も飛んできたわけですが、せっせと受粉作業を雇ってくれるんではないかと、そのように考えられますね。毎度のタラの定点観測ですけども、こうしてね5月前にはもうこう何ていうんですかね、完全に葉の状態になってまして、非常にね元気よくこう育っておりますね。根元の方にねまた小さい芽がいっぱい出てきますから、それを掘り上げて増やしてもいいし、先ほどのようにね、根差しといいますかね、根っこだけ植えていくだけでも出るという、そういうことになっておりますね。午後3時ぐらいですかね。右がコシアブラ、左がタラ、奥が柿ですね。山ですのでね、もう午後からは日が当たらなくなってしまうんですね。そういう土地ですので、じくじくした土地に生育するもの、そういうものが合う場所ですよね。先日並べたね、原木も埋まってしまいました。畑もすぐに草が生えてしまうんですね。正直これからの時期ね、農業っていうのは休みないなという感じがするんですけども、ちょっと能率よくやる方法を考えないとね、本当にキリがなくなってきますね。
本当はね、長期の天気予報では今日も雨だったんですけど、まあどういうわけかね、外れるんですね。まあこういったの時にね、成功うどくですね、まあやるだけ農作業を進めていきたいと思いますね。本日は以上でございます。